錬金占いは神の啓示だと言っていたけど、ナヒーダは自分を月と比喩していた。つまり。気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。お前にはいくつも特別なところがあったからな。オイラと旅人は気づいてたけど言わなかっただけだ。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うなんて。ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら喜んであなたたちに答えるわよ。その質問は前にも聞かれたわね。その時私はあなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないと答えた。でも今のあなたたちは夢の真実について知っているわ。それらを結びつけることで理解できるはずよ。夢遊している人を呼び覚ましてはならないという言葉を聞いたことはあるかしら。もしも自ら気づいたのでなく、他の者から突然告げられてしまえば、現実と夢の概念や認識に不可逆的な意識の混乱が生じるの。あなたたちにそんなリスクを負わせるわけにはいかないわ。だから、暗示やヒントの度合いに、私は最善の注意を払ってきた。とにかく、あなたたちに謎解きをさせてしまったことについては、申し訳なく思っているわ。まず、私たちのいるこの無境は、人々がすでに経験した、過信探災の日という現実を完全にモデルにしているの。だから、夢に関する異変に気づくことは困難よ。次に、なぜ人々は以前の輪廻に関する記憶がないのか。あなた、それは人間にとって、ほとんどの夢は元から覚えられないものだからよ。ましてや、自分たちのものだったはずの夢が、アーカー社に奪われたとなればなおさらのこと。だから、毎回過信探災の夢の中で目覚めても、かつての同じ夢に関する記憶がないの。そういえば、旅人がアビディアの森にいた時も、夢を見たよな。でも起きた時には、何を見たのか覚えてなかった。ええ。草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する能力の加護を得るのと同じ。それによって、既視感が生まれるの。それに比べて他の人々は、過信探災の輪廻の中で、知らないうちに夢を奪われ続けるしかない。人間は本当に夢を無限に作れるのか？この輪廻は、一体いつになったら終わるんだ？あなたたちの脳の疲労が、すでに答えを出しているはずよ。このまま続ければ、人々は耐えられなくなる。特に、元から体の弱かった者は、このような無制限の搾取に耐えることは難しい。今のドニアザードのようにね。命が危険にさらされてるのに、人々はそれに全く気づけないなんて。絶対に止めないと。そうね。どうして私が誕生した日をモデルにしたのかしら。ただの偶然？ナヒーダも理由を知らなかったのか？なんだか妙だな。
凶霊院の賢者は代価を惜しまず、短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念ながら、私は知らないわ。旅人、あなたは何か情報を持っているかしら？大賢者は、せいぜい神の生誕。アーカー社は神の心によって稼働していて、あれらの空間は無境のことを思い出させる。神の生誕を祝う？まさか。スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。凶霊院の人たちがどんな目的でやったにせよ、許されることではないわ。家臣探査の輪廻を終わらせたら、すべてがはっきりするまで調査するつもりよ。凶霊院の賢者が自分たちの国の神に隠れてこんなことをやるなんて、あまりにも無法すぎないか？何せ、私はただの月だから、本当の太陽はとっくにいないもの。月、太陽。今度は何の比喩だよ。あ、今日が終わる時間だ。ええ、明日になったら輪廻を破る方法を教えるわ。二人とも、また明日。おはようのヒーだ。オイラ全部思い出したぞ。いや、おはよう暗くさなりデビって言った方がいいか？あれ、どうしたんだナヒーダ。顔色が良くないみたいだけど。状況は、おそらくあなたの脳裏に浮かんだものと同じよ。ドニアザードが消えた？そんな、オイラたち、間に合わなかったのか？消失したのは、本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に、意識が耐えられなくなったようね。なんでこんなことに。じゃあもう一人のドニアザードは？あいつは一体何なんだ？あいつも消えちゃうのか？彼女は少し人形に似ているけれど、完全な人形というわけじゃない。本来のドニアザードの意識ではもう維持ができなくなり、夢の中における自分の役割を演じることができなくなった。だから代替品として彼女が生まれたの。まるで夢の中の草や木と同じように、夢を構築して維持する部品に過ぎないわ。でもあいつと本当のドニアザードは性格が全く違ってたぞ。確かに人形は比較的無気力で、人間が持つ活力を完全に再現することはできないわ。何せ、ただ役割を果たすだけの存在なのだから。ただ、思い返してみると、かつてのドニアザードは、あの人形と少し似ていたような気がするわ。確かドニアザードは、意識の中でお前に会ったって信じてた。お前があいつを導いてあげたんだな。やっぱりお前もその時のあいつを覚えてるのか？ええ、当時の彼女は家族から異常なまでに過保護にされ、誰も彼女の人格や考えを気にかけていなかった。彼女はまるで自身の魔輪病の進行を遅らせるためだけに生きているかのようだったわ。私はただ、
彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有することはできる。でも、そんな彼女も今は。私はまだまだよ。正真正銘の神には程遠いわ。少なくとも私は、彼女を救えなかった。もし一人前の神なら、最も敬虔な信徒を、未練を残したまま、過信短術に行かせるなんてことはしない。全部あの賢者たちのせいだろ？ナヒーダが自分を責める必要なんてないと思うぞ。これは、自分を責めているのではなく、理性的な判断よ。私と一人前の神の間には、まだ距離がある。そんなこと言うなって、ナヒーダ。悲しい時は、神だって悲しんでいいんだぞ。このような犠牲が再び生まれるのを防ぐためにも、一刻も早く輪廻を終わらせないと。だな。具体的にはどうすればいいんだ？この過信探査の夢は、アーカー社によってコントロールされているわ。けど、夢を見る能力は人間にしかないの。アーカー社でも、無から夢を作ることはできない。つまり、ここには夢の主となる存在がいる。ここは、その人が作り出した夢ということよ。そうなのか。じゃあ、どうやってそいつを探し出せばいいんだ？ここがその人の夢だとしたら、ここにあるすべては、その脳の深い意識から来るもの。だったらその人は、想像を通して、この夢にあるすべてを思うままに変えることができるはず。想像？どういうことだ？ここで言う想像とは、当たり前という認識を打ち破るものよ。例えば、酒場でウェイターが皿を持ってきたとき、おのずと皿にあるものは料理だと思うでしょ？でも、仮にあなたが夢の主で、同時に自我の意識が芽生えたとする。もしもあなたが、皿の中身を黄金やモラだと想像したら、夢も自然とあなたに答え、本当に黄金やモラが出されることになる。でも、今の状況において、夢の主には自分が夢を見ているという認識はない。たとえ皿を一万回出されても、当然ながらただの料理でしかないわ。その人に自分が夢を見ていることを認識させる。そういう時、人は一般的に夢から覚めるものよ。夢の輪廻も終わりを迎えるはずだわ。でも、どうやって探すんだよ。誰しもその可能性があるなら、海の中から針を探すぐらい難しいんじゃないか？それに、もし探し出せたとしても、その人に自分が夢を見てるって認識させるのも難しいことだろう。ほら、お前も言ってたよな。その、無誘している人を呼び覚ましてはならないって。確かにとても難しいわ。でも今それができるのは、あなたたちしかいない。これまでにしてきたすべてのことは、夢の主を見つけて、輪廻を断ち切るためなの。あなたたちが探している間、私は外に行ってくるわ。外？お前も旅人と同じように、夢だらけの空間に行くのか？ええ。少し試したいことがあるの。まだちょっとだけ、可能性が残っていると思うから、さあ、早く行きなさい。夢は本来、不思議でロマンチックで、驚きに満ちているものよ。不必はぁ、あ、なんか悲しいな。せっかくこんな大きな進捗があったのに、ドニエザードは。あんないいやつで
素朴な願いを持ってただけなのに、こんな風に運命にもてあそばれるなんて。そうだな、はじめはドニアザードを助けるために頑張ってたんだもんな。でも旅人、オイラたちがしっかりしなきゃダメだぞ。ドニアザードもきっとオイラたちにもっと多くの人を助けてほしいはずだろ。そういえばさっき思ったんだけど、賢者たちって自分を夢の主にするのかな。そうしたらもっと制御しやすくなるだろうし。確かにそうだな。それに賢者たちもオイラたちやナヒーダみたいな不安要素がいるなんて考えなかっただろうし。で、お前は誰が夢の主だと思うんだ？おお、そういえば花の騎士ファーリスってもともと家臣探査のシンボルだったんだもんな。まずはそいつを探ってみよう。